ントセイヤブレイブソルジャーズ。セイントクロニクル。連日世界中を襲う怪象王ジュリアン・ソロの身に魂を走っせい。七本の柱とジェネラル。ムーによって主行く。あ、行く。ペガサスバーサス新ホース。ポセイドン神殿の一部を支えているかのように。ず手荒なことおや、やるっきゃないんでね。アテナのために。ブロンズセイントジェネラルの相手になると思うのか。ラウンドワンファイト。ライジングビラをかけるペガサス。海をかけるシーン。ドーブレス。まだまだ。どっちが強いかな。愚かなセイントの体格に合わせるものとマリーナ最強のジェネラルと肩を並べられると、お前と私の実力の違いを決定的に見せる。どうなってるんだ。流星剣の威力喜ぶのはまだ早い。波紋のようになって遮られている。まだ分からない。お前の剣は私の前から無力だと。喜ぶのはまだ早い。喜ぶのはまだ早い。ライジングビロー。ライジングビロー。KO。ラウンド2ファイト。喜ぶのはまだ早い。ゴッドオブレス。ほら。ライジングビロス。俺のコスモ。ドーブレス。くっそ。ライジングビロード。これで私を追い詰めたぞ。ドーブレス。体などこのバイアンが息を吐いただけで一人ほど脆いのだ。確かに一瞬でも気を抜けばこちらがやられてしまうだろう。喜ぶのはまだ早い。最強の7将軍。その実力はゴールドセイントに勝るとも劣らない。なんというしつこいやつだ。こいつはブロンズセイントだ。ライジングビロー。ゴールドも関係ない。俺はアテナを守るセイントだ。アテナを救うためなら何度だって立ち上がるぞ。会場まで吹き飛ばしてくれ。
道具。燃えろ俺のコスモ。まだまだライジングビロス。燃えろ俺のコスモ。ライジングビロス。まだまだ。俺を甘く見るなよ。俺のコスモ。どうぐれ。ライジングビロン。ライジングビロン。俺のコスモ。コスモがみなぎる。ブラマン終わりだ。終わりだ。ケオスウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。ちょっと手加減しすぎたかな。俺たちのクロスは、そうだ、ゴールドセイントたちの熱い思いに応え。コスモの高まりを感じる。来いペガサス。ラウンドワンファイト。ここまで見つけた。以前ミスティっていうお前と同じような防御を使う戦士と戦ったことがあるんでね、対処の仕方は分かってるさ。ブロンズフォース闘争の実戦をくぐってきた。結局お前では私を倒すことなどできない。俺だけ攻撃してノーコーダー。私の体が全部覆われている限り、このバイアに致命的なダメージを与えることはできない。スケイン。そう、フェイントにクロスがある。アリーナはスケイルで身を守る。そして私たち七将軍の。ラウンド2ファイト。喜ぶのはまだ早い。手が出せない。喜ぶのはまだ早い。この自慢のクロスごと二度と立ち上がれんようにしてやる。おや、負けるわけにはいかん。私は恐れの本を使い最強のジェネラル。この人数に入っているこれに限り認められない。フェイントの強さはクロスで決まるわけじゃないんだ。燃えろ極限まで高まれ。ペガサス水星戦。ウィナー、お前の力はゴールドセイントの足元にも及ばない。これが俺の実力だ。やったぞ。俺たちは、はあ、キキ
ありがとうございます。ロッシュ、このシールドを使わせていただきます。行くぜ。へクリュサオル。シリュウが向かったのは、イ。クリシナよ、俺、な、イ。セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ。よ。ラウンドワンファイト。何？ここに来た。イカさん、攻撃のために満足した。そういうだ。刺すほどの破壊力があるということで。ゴールデンランスをかなう槍と思う。この槍には全ての邪悪を断ち貫く聖なる力が宿っているのだ。汚れ散った地上を清め、新たな世を築くのだ。セイドン様に立てつく邪悪な奴だよ。ゴールが成敗しよう。どっちが邪悪だ。罪もない地上の人々を苦しめて勝手なことを言うな。今とどめを与えてやるぞ。取り引きのことだ。今とどめを与えてやるぞ。無駄だ。それ。燃えろ昇竜の踊り。今とどめを与えてやるぞ。それイカさん、それ今とどめを与えてやるぞ。死が訪れるぜ。おとなしく倒れていらねえ。それ以上立ち上がって何をするつもりだ。お前の槍を始末する。オールドセイントの位まで高まれ。燃えろ昇竜の如く。ラウンド2ファイ。今とどめを与えてやるぞ。ストーリーミカさん、ストーリーストーリー無駄だ。ミカさん、ストーリー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 。野郎は何か分かっているぞ。憧れのつもりか。地上に知れるお前たちが邪悪でなくてなんだ。この世界は人間だけのものではない。自然を止めを与えてやるぞ。星そのものを汚し続ける人類に生きていく資格はないのだ。生きる資格など誰かから与えられるものではないよ。昇竜のごとく。ボタン燃え尽きようとも。クリシナ、この死竜のコスモ最大にまで高めた本当の技の威力は五段昇竜派。ストーリーストーリーストーリー、ここだ。そうはいかんのに。ストーリーストーリーストーリーウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。まだだ、まだ高みを目指せる。
そろうぞ。そち。こんなところで。なおもたき。の。の。俺。このシリュ、全力でお前を倒す。ラウンドワン、ファイト。まさに手を振るな。手を振るな。手となったところで、奇跡など目指すは大きいんだ。まさまで燃え上がれ。これを打つのよ。今こそ目覚めよ。エクスカリバーよ、昇竜派。お前の名を我が魂に刻めるような名乗るのよ。勇士ドラゴンだ、昇竜派。シリュ、私を本気にさせるとは大したものだ。しかしお前はこのクリシュナの体内に眠る宇宙エネルギー、クンダリーニの呼びを受けてしまったのだ。大いなる光に飲み込まれて、涅槃に飛び立つがいい。いかなるものをもってしても防げぬこのゴールデンランスで、潔くサウルがお前に引導を渡してやる。どうしよう。フレイ、今こそ目覚めよ。フレイ、私に言うぜ。シュラ、今こそ俺に力を。エクスカリバーの切れ味は KO。 フリートの遺産、ラウンド2ファイト。ガセットの巨大昇竜派。無事に避けたようだな。巨大昇竜派。暗黒の時代なのだ。無駄だ。今こそ全てを無駄に戻るんだ。巨大昇竜派。新しい世界を作り上げる巨大ようだな。勝手なこと。地上には罪もない人々も多くいるのだ。巨大昇竜派。たとえの人間はやむを得ない。巨大昇竜派。ウィナー。見たか。これがセイントの力だ。これぞ鍛錬の賜物。南太平洋のマンモスキラーへ向かった瞬、そこに現れたのは祈りよ。とっさにチェーンでいかにも。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキラの意をとは。ラウンドワンファイト。ビッグトルネード。
ギリシアシーマーの中で聞いたことない。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は6体の獣からなる船乗りを貪り嫌う海の怪物。そう、君のスキラの6つの獣の餌食となる。ラウンドワンファイ。ヴァンパイアいいね。ギリシアシーマーの中で聞いたことがある。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は6体の獣からなる船乗りを貪り食らう海の怪物。そう、君もスキラの6つの獣の餌食となる。行くトルネード。聖獣の牙。ヴァンパイアいいね。ヴァンパイアいいね。88の星座の中で防御では無比のアンドロメダチェーンガの弾道で焼きが届くとは。君でその程度ということは、88のどの戦闘であっても私の死ぬ戦闘であったり、アテナの戦意となど恐るるに足りん。ヴァンパイアイーヘン。なんとそんな攻撃だ。ヴァンパイアイーヘン。君が選べないなら、私は子供の技を選んである。聖獣たちは皆血に飢えているのだ。チェーンからは逃げられない。チェーンよ。ハンダーズ。ケオ。ラウンド2ファイ。ビッグトルネード。ヴァンパイアイーヘン。ラウンドワンファイ。ギリシアシーマーの中で聞いたことがある。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は6体の獣からなる船乗りを貪り食らう海の怪物。そうだ、君もスキラの6つの獣の餌食となる。そうだ、食らえ聖獣の牙。88の星座の中でボードでは無比のアンドロメダチェーンが、まるで亡きが届くと。君でその程度ということは、88のどの戦意であっても私の死ぬ戦意はアテナの戦意となど恐るるに。あのスピード。ビッグトルネード。街のように舞う。ネビュラチェーン。スピード。ケオ。ラウンド2ファイ。ビッグトルネード。ヴァンパイアイーヘン。ビッグトルネード。さて、6つの星人でどれが一番お気に入りか。さあ選べ、アンドロメダよ。どの星人にとどめを刺してほしいか。なんて恐ろしい男だ。まさしく6つの星人を、そのスケールに宿すスキラの化身を。バカな、チェーンの動きが変わった。私の技は見切られている。テンプに同じ技は二度通じない。アンドロメダチェーンは敵の攻撃の質によって様々に変化するんだ。ウィナー。僕の目的はあなたを倒すことじゃないんだ。本当の力を出してしまった。
ま、何このな、あ、どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。ワンファイ。ワンファイ。どんな攻撃では。強度と美しさを感じます。なぜだ。それは僕たちの攻撃ではゴールドセイントの血によって蘇ったという。だからブロンズクロスでありながら限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。エビラチェーン。ビッグトルネード。アンドロメダ。本当にそれで全力が。君は甘い、甘すぎる。私にとどめをさせぬ甘さは君自身の死を招く。僕は戦いが好きじゃないんだ。怖い敵でも命を奪いたくはない。どうして分かってもらえないんだ。ビッグトルネード。ソーラアンドロメダ、君と一緒にカメラを置くので、私は遠慮しないぞ。本気を出さずに死んでいく気だ。僕は、ヴァンパイアイーテン。今こそ燃え上がる。僕のコスモよ。ビッグトルネード。チェーンからは逃げられない。サンダーフレーム。カメオラウンドブルーファイ。ビッグトルネード。ビッグトルネード。ヴァンパイアイーテン。ヴァンパイアイーテン。殺す気でかかってこない。僕の目的はあなたを倒すことじゃない。あの柱を抱いてアテナが地上を継ぐことなんだって。まだ言うか。戦闘なのだぞ。もし私に勝てたとしても、まず柱を壊すことは絶対に不可能。ゴールドのチェーンでも同じことだ。絶対に顔を立ち向かうのか。僕自身の命を見つければ、ビッグトルネード。君も一つくらいは入れてみせるさ。そうすればあとは聖夜たちがきっと何とかしてくれる。チェーンからは逃げられない。何も違う。サンダーフレーム。ウィナー。本当は戦いたくないんだ。傷つけてしまったかな。地上でそれを、行くよ。ツインドット。よせ。いっ、うわあ。いいか。て、スキュラ。心の狩人、リムナです。南氷洋のマンモスピラーを目指し、これは一体、あなた
神ユ氷河おのれ卑劣な何をしようというのだ氷河死である私に剣を向けるとは黙れ前、白鳥よ。その程度のコスモでは、この先確実に破れるぞ。ラウンドワン、ファイト。オーライン、シュート。今日、お前が戦う相手、フリージング私ではないぞ。いつまでなりきっている。神獣が真似る。神獣の手を持って真似ることは可能だ。それだ、チュッチュ拳で語るしかないようだ。全力で取るな今日はこの神は本物か偽物か本当に起こしるないそのところだ神教団のジェネラルだ負けたことを後悔させてやるぞどれだフリージングコスフリージングコスはいダイヤモンドだこれだけこれだけこれだけ受けられるか君がその効果フリージングコスモカリスフリージングコスモハンチュッハンどれこれだけチュッチュッラウンド2ファイトフリージングコスモハンチュッチュッそれだけここまで見事にトップを上げた私を追い詰める成長したのだ今日ははいやるよこれが加入であるはずがそれだけいいコスモの高まりだそれだけこの程度の闘気で死であるこの神ユは倒せるそれはお前が一番よく分かっているはずだ氷河それだけこの闘気本当に神受けられるかあなたなのかフリージングコスやっとやっチュッチュッハッわたしに剣を向けるいいが今日私が偽物などではないことを力で示してやるフリージングコスモ受けられるかヒグラスのフォークありがとう我が士神まだクールに徹しきれんとはか
おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、ここ。せいや。マリ！せいや。だが、し、わた、この異様なコスモが。さあ、私はちょっと手ごわいよ。覚悟しな。ラウンド1ファイト。マリさん、どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないなんてことない。セイドに勝つの夢のまた夢さ。引き分けのない子だね。おとなしく帰るんだ。なんてことない。おかしい。どんな時も手が戦いの場へ導いてくれたマリンさんが。やるじゃん。まさか。なんてことない。手が戦いの場合。やるじゃん。このラウンド1ファイト。マリさん、どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようにポセイドンに勝つなんて夢のまた夢さ。引き分けのない子だね。なんてことない。なんてことない。私、命かけで俺を戦いの場合に導いてくれたマリさんが。勝てない。まさか。やるじゃない。なんてことない。KO！ ラウンド2ファイト。やるじゃん。なんてことない。勝てない。私はお前を死なせたくないんだ。だせやるじゃん。もういいじゃないか。私の手を取ります。何者だ。今まで一度だって俺に手を引き寄せることは知らなかった。いつでも厳しく接してきたんだ。お前はマリーさんなんかじゃない。あなたの正体を表せ。そうよ。確かに私はマリーさん。マリンとは仮に名。私の正体。俺のこと。あんたが一番よく知ってるはずだ。KO！ ウィナー！俺の実力見てくれたかい？これが俺の実力だ。お前は一体、聖火姉さんだって、バカ。あ、聖火姉さん、やっと。蘇ったフェニックス。
キュラを。あ、イキ兄さん。ん？この男は兄さんなんかじゃない。アンドロメダのチェーンに救われ、あなたがギリシア神話に聞く倒れる瞬間のあいつらの顔ったらなかった。リムナです。あなたきっとだ。まだわからないのか。力だけじゃ何も変えられないってことを。さあ、お前の心も刈り取ってやるぞ。ラウンドワンファイト。どこにしないで。喉にとって彼は無駄だよ。死であるという以上に神聖な存在だったんだ。そのカミューが生きていることだった時、ヘルヒョウガはどんなに泥だろう。そうだな。プールに振る舞っていたあの男もボロボロに泣いていたぜ。でもな、騙される方が悪いんだよ。セイヤだってそうだ。幼い頃に生き別れになったお姉さんに再会できた喜びは計り知れないものだっただろう。あの人でなくても幸せそうな顔をしていたぜ。よかったじゃない。幸せな気分のまま死ねて。あなたは何も思わねえのか。やられてたまるか。はじけろ。しないよ。チェーンからは逃げられない。やられてたまるか。やられてたまるか。人でなしめ。この人でなしめ。サラマンダーショック。サラマンダーショック。チェーンからは逃げられない。ハンダーブレーン。ラウンド2ファイト。ここだ。慣れて止まるか。慣れて止まるか。この人でなしめ。この人でなしめ。あなたは心の奥底にある大切なものを幼い気持ちに握ったんだ。おかねえ顔をしてやがる。慣れてたまるか。容赦はしない。何するのかお前に。無駄だよ。サラマンダーシャープ。メビラチェン、敵が何光年先に隠れているぞ。逃げ切ることなんてできない。騎士に勝るチェーンの力だが所詮は敵ならば優しい主婦に。それに仕込めがさせるのか。ウィナー。誰も傷つけたくないのに傷つけてしまったかな。強が。どうしたというのだ、シュン。僕にはできない。兄さんと戦うなんて。
ます。最後までラウンドワンファイト。ここだ。この兄にチェーンが入れるのは血迷ったか。この剣だ。手を保たせてやる。何が兄さんのものか。すでに勝負が分かっているんだ。王将キャラの悪いと言うのです。この優しき我が王帝とお前は戦いを好む性格ではない。剣を引け。卑怯者。兄さんの顔で、兄さんの声でそんなことを言うな。絶対に許さないぞ。出してしまった。シュ褒美に苦しまずに殺してやる。に上ごとにあ人の心につけ込んで、お前ごときに名乗るほど、え？消すが。ラウンドワンファイト。地獄から這い戻してきた。興味があるならお前にも地獄を見せる。およ天将。地獄への送り賃はとてつもなく高く、およ天将。なんて攻撃的な武士。本当にブロンズセイントなのか。どうしたリムナッツ、まだそういうことか。ここからが本番だ。我が胸が当てた服を何倍にもして返してやるぞ。ギャブルマンだ。お前こそ先に地獄に送り返してやるぞ。
魂を傷つけた分だ。うわっ、最後この人でなしめ、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 サラマンダーシャープ、エリックスの方が叩くよ。エリックス最大の奥義、攻略テンション。コスモは燃え盛っている。ウィナー、お前ごときが愛を口にするなど愛が汚れるわ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。なるほど、大した手品だ。バカ、少子。お、くそ。確かに、お前がエスメラルダに同化していれば俺がやられていただろう。だが、えっ、リュムナ、神の力。老師に命じられ、ライブラのクロスを届けに来た。こうなった、いたね、ポセイドン。ここまでビッグなコスモがアテナ以外に。おお、たかが人間が神と戦うつもりか。ラウンドワンファイト。たまらない兄弟の日のコスモ。ここまでビッグなコスモはアテナ以外から感じたことがなかった。赤矛を見せるよ。まさしく海洋のポセイドン、ジュリアの完璧なもの、神そのものになっている。お前もアテナを救いに来たセイントの一人か。たった一人でここまで来ようとは。カバリナ、我が矛を見せるよ。我が矛を見せるよ。それほど神の力で犯してくれ。犯してくれ。犯してくれ。
たばりな。さあポセイドン、お前の首は私がもらうよ。たばりな。ここまで神に立ち向かう聖夜たちに倒れたばりな。あの日はこの社員の一人、何としてでもアテナを救わねばこの世は闇になってしまう。やるわけないかな。そろそろ気は済んだ。たばりな。僕はお前のようなものが来るところではない。私の技も聖備の死はない。受けてみな。サンダークロー。プラグ見るんじゃないよ。ウィナー。聖夜できたよ。私にもこれが真のセイントの実力ってやつか。いや、シードラゴンの正体。北大西。お。この強大なコスモは。ラウンドワン、ファイト。お湯が変装。出会ったことがある。この程度だよ。ゴールデンフィールド。お湯変装。どうした小僧。まるで蛇に睨まれたカエルのよう。ゴールデンフィールド。恐怖は少なくて済むよ。一瞬で葬り去ってくれ。どうして。どうやどうやら今から死に行くのにいちいち説明するのも面倒だ。謎を抱いたまま落ちろ。オールデントライアングル。その程度か。オールデントライアングル。これ以上お前に改正神殿を渡せる。ケオラウンド2ファイト。僕と味わえ。その程度か。フェニックスの羽ばたきよ。ゴールデントライアングル。よし。これほどと実力は本物。ユーナベットは手がけるつわものだ。この程度か。このシードラゴン実力ではマリーナの中でも随一と自負して、甘く見ないでもらおう。ギャラクシアメキプロゾーン。どうはどうにマリーナだ。このクマのクリスマイトは計算違いだったな。もう少し頑張れば俺を倒せるかもしれんぞ。その余裕がある。まだ実力を隠している。この程度。ギャラクシアメキプロゾーン。この畑で吹き飛ばしてくれる。見るか、もしもしの砕けよ。ファイナルラウンドファイト。よし、
この程度か。強力転生。この程度か。強力転生。これほどとは。ゴールデントリアングル。強力転生。ほらどうした。強力転生。ゴールデントリアングル。これほどとは。強力転生。ゴールデントリアングル。これほどとは。転生。KO。ウィナー。このフェニックスのクロスは不死身。貴様、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。この技、いや、やはりサーガ、これ以上は問答無用。お前がフェニックスの名の通り。違う次元、アナザーディメンションか。何も兄の技ばかり真似るつもりはない。お、このカノンが預かる北大西洋にある魔の三角地帯。さ、地上どころか。シードラゴンの正体。北大西洋の この兄弟。ラウンドワンファイト。この兄弟、以前にも一度出会ったことがある。兄弟のコスモを感じるのは初めてじゃない。どうした小僧、まるで蛇に睨まれたカエルのようだ。よかろう、恐怖は少なくて済むよ。一瞬で葬り去ってくれるぞ。ゴールデントライアングル。ゴールデントライアングル。焼き尽くしてくれ。これほどとは。見るか、ボシボシの砕ける様を。ゴールデントライアングル。強力転生。この技は、この程度。強力転生。今から死に行く者にいちいち説明するのも面倒だ。転生。技の依頼はどうしろ。フェニックスの羽ばたきよ。ギャラクシアンエクスプロージョン。ゴールデントライアングル。ゴールデントライアングル。フッ、フェニックスの羽ばたきよ。
ポセイドン様の周りをうろつかれても目障り。さあ引き止めフェニックス。このコスモは大きな口を聞きよ。オールデントライアングル。およく退場。これほどと。およく退場。これ以上お前に海底神殿をうろつかせると面倒なことになりかねる。およく死ねえぞ。退オールデントライアン
男の見るか、あの恐るべきゴールドル様、もうすぐ封じしてやるぞ。ウィナー、このフェニックスのクロスは不死身。これではアテナのセイントとして失格。凍てついた旧友アイザック、リムナデスのカーサに倒された氷河だったが、一騎が血止めの救助、そこに立ち、お前はアイザック、一騎、俺はあの日のことを、お前戦場で何を寝ぼけたことを、アイザック、俺はお前のことをただの一度も忘れたことはなかった。覚悟しろ、ラウンドワンファイト、ダイヤモンドダスト。シベリアの高原で共に戦闘修行をした中、正義感にあふれ猛烈に強さを持っていたお前はどうしてマリーナなどと。何をためらっているのか、やはりお前は昔の守る正義のためだよ。海に沈んだ母親相方が正義と見合ったアマちゃんのままだ。アイザック、その顔の傷はもしもあの時、そうすまない、マーマに会いに行こうとした俺は自分に飲まれたとお前は似合わない。俺を助けてくれ、あの時はさすがに死を奪う、俺は救われた。伝説のトリオン、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 ラウンド2ファイト。ダイヤモンドダスト、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 神の意志、生まれ変わった、アイザック、お前もかつてセイントを目指した身、ウィナー、これで昔に戻れるか。同票がいくら集まってもセイントには無力。やない。俺は敵ならば微塵も容赦しない。クロスを渡せ、その箱ごと吹き飛ばしてもいいんだぞ。アイザック、
はい、いい。なんだと、ヒムラスのクロスが5。受けろ、アイザック。この氷河の剣を。おい、氷河。ラウンド、ワン、ファイト。俺を倒す。できるぞ。やっぱ。やるさ。今こそ、我が死に教えられたように、クールに接して敵を撃つ。アイザックよ。今こそ俺は、クールに接してお前を撃つ。受けろ、ラウンド、ワン、ファイト。俺を倒す。できる。お前、やるさ。今、我が死に教えられたよ。クールに徹して敵を撃つ。なんて、凄まじい動機だ。これが力なのか。今が我が氷河の正義の剣を望むところだ。お前だけの全力を、お前にほどめを刺してやるぞ。絶対レードの翼を受けてみろ。アイザックよ、今クールに徹してお前を撃つ。お前の今の実力なのか、アイザック。正義に宿る者よ、今のこの俺は倒せず。絶対レードの翼を受けてみろ。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。手を盛りつけ、ラウンド2ファイト。
北漂洋の柱も片付いた。アイザック、カヤウンデワンファイダイヤモンドだ。シベリアの表現で共に戦火の修行をした中、正義感にあって素晴らしい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。よう、何をためらっているの。やはりお前の昔を守る正義のためではなく、順位に沈んだ母親を愛する正義のになると考えたアマちゃんのままだ。アイザック、この顔の傷はもしやあの時。そうマーマンに会いに行こうとしたら上流に飲まれた時、お前は身代わりになって俺を助けてくれた。あの時はさすがに死を勝ち、どれを
ポセイドン様の大いなる意志。大いなる意志。神の意志。生まれ変わった。アイザック、お前もかつて戦地を目指すに、なぜアテナに背を向けるような真似をしたのか。戦場で戦闘同士に低い争いが。アイザウンデワンファイト。お前とはシベリアの将軍と共に戦闘の修行をした中、戦闘を終わった。惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。今日は何のためだっていうの。やはりお前は昔のままだ。正義のためではなく、海に沈んだ母親相手さんだ。ダイヤモンド、ダイヤモンド、母ちゃんのままだ。その程度か。アイザック、その顔の傷はもしやあの時の。そうです。ママに会いに行くと潮流に飲まれ、お前は身代わりになって俺を助けてくれた。あの時はさすがに死んじゃった。その程度か。程度か。男を目指し地上の平和を守るため戦うと言っていたお前が、アイザック、お前とは戦いたくない。受けられるか。ヒグナスの闘気、ラウンド2ファイト。ポセイドン様の大いなる神の意志。そして俺は生まれ変わったのだ。アイザック、お前は戦闘を目指すためになぜアテナに背を向けるような真似をしたのだ。地上でセイント同士の醜い争いが起きたと知り、俺は悟った。もはやアテナに地上の支配者たる力なし。新たな時代を築く日が来たのだとな。ヤウンデワンファイト。ダイヤモンドダストシベリアの表現で共に選挙の修行をした。正義感なんて惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。よう、何をためらっているの。やはりお前は昔のままだな。戦意のためではなく、海に沈んだ母親愛子さんに戦意とになるとほざいた母ちゃんのままだ。ダイヤモンドだ。アイザック、その顔の傷はもしやあの時。そうだ、ありそう。すまない、マーマに会いに行こう。潮流に飲まれた時、お前は身代わりになって俺を助けてくれ。あの時はさすがに死を託。
今の俺はポセイドン様に忠誠を誓った。ジェネラルとしてお前を殺す。死のような男を目指し、地上の平和を守るためだ。オーロラサンダー争いが起きたとき、俺に勝ったのか。もはやアテナに地上の支配者たちの力なし。新たな時代ウィナー。これで勝負あったな。アイザック、俺はお前のことをただの覚悟。ヤウンデワンファイダイヤモンドダストシベリアの表現で共に戦闘の修行をした中、正義感にあふれ惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。何をためらっているの。やはりお前は昔のままだ。正義のためではない。海に沈んだ母親相手と戦士になるとほざいたアマちゃんのまま。ダイヤモンドダストアイザック、この傷はもしやあの時。そうダイヤモンドダストその程度か。潮流に飲まれてお前は身代わりになった。あの時は絶命の死をかけた。俺はこれで伝説に
れを知るポセイドン様の王者である王者自身神の意志オーロラさんだ。これはアタック、生まれ変わったダイヤモンドだ。バイザー、この方はセイントを目指すためなぜアテナに手を抜けるような真似をしたのだ。地上でセイント同士の醜い争いが起きたとしても、もはやアテナに地上の支配者たる力なし。世界を揺るがす新たな時代を築く光なのだとな。ダイヤモンドダストダイヤモンドダストウィナー。これで昔に戻れるか。まだクールに徹しきれんとは。京都受けろ。ヤウンデンワンファイト。死の旋律セイレーン。海底品。あなたがここを守るジェネラル。戦いはまだ。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。君にまだ戦う力が残っているのかね。ヤウンデワンファイト。デッドエンドクライマックス。もう一度言う、君にはもう戦う力などない。そんな攻撃では死にたくなければここから立ち去れ。僕も言ったはずだ。デッドエンドシンフォニー。引くことはできないと。それほど死を望むのだ。引き加え死のメロディーを。監視に値するデッドエンドクライマックス。ここだ後ろなど見せるか。デッドエンドクライマックス。これがセイレーンの技。なんて美しい音色なんだ。まるで魂から奪い去られていくのだ。ゆっくり聞いたまえ。これが君のレクイエムになるのだからな。監視に値する。デッドエンドシンフォニー。でも無駄だ。この音色は君の頭脳に直接響く。そして君を殺す。デッドエンドシンフォニー。無駄だよ。エビュラッシェーン。言っただろ、君にはもう戦う力なんて残っていない。無駄だよ。もう終わりだ。デッドエンドクライマックス。アンドロメダ。そんな攻撃では。デッドエンドシンフォニー。
逃げられない。やあレビュラス返しにあデッドエンドシンフォニー。無駄だよ。デッドエンドシンフォニーレビュラスレビュラス。戦いは憎しみしか生まないんだ。傷つけてしまったかな。ほっか、しかし、まだだ。あっ、今か、本当の僕の力を見せてやる。さあ来い、アテナのセイントよ。ラウンドワンファイト。セイントの顔見るは意外と往生際の悪い男だな。死ぬことも引くことも娘じゃない。今の望みはアテナを死ぬことだ。これ以上君に付き合っているわけにはいかない。先ほどからポセイドン神殿の中で異常なコスモが放たれているのを感じ、何か異変が起こっているに違いない。デッドエンドシンフォニー。ソフィアたちだ。敵に後ろなどもしてた。デッドエンドシンフォニー。監視に値する。デッドエンドシンフォニー。敵に後ろなどもしてた。返しにあがる。返しにあがる。ユラチェーン。ラウンド2ファイト。返しにあがる。返しにあがる。返しにあがる。私はすぐにでもポセイドン様のもとへ駆けつけなければならない。デッドエンドシンフォニー。人を死んでもらうぞ。アテナを救わなければならないんだ。ここであなたに殺されるわけにはいかない。デビラチェーン。聞いてください。セイレン、あなたは悪い人じゃ。何？さて、聞けないよ。美しい戦いが立てるわけないもの。聞く人の胸に染み当たる美しい旋律はきっとあなたの心の栄養がかけられないものなのでしょう。サンダーブレイブ。ウィナー。あなたを殺したくない。悪い人じゃないもの。本当の力を出してしまった。レビュラストリーム。さあこの笛の音のクライマックスを聞いて。やめろ。レビュラスト。しっかりして。シュ
ジェミニの男。残りのブロンズどものコスモがポス…マリーナであるお前が恐れると、いっ、俺はサガのアナザーディメンションから、せっ、カノン、もう一度言ってみろ。アテナだ、だ、だ、黙れ。お前のような悪魔を放っておく。サガによってスニオン岬のゆだ、これはまさしく、そう、おま、ポセイドンをうまくて、ただひたすらアテナのために、己サガ、この偽善者め、ラウンドワンファイオールデントリオン。なぜお前がここに来っている？カノイ、神に代わってお前に制裁を与えるためと。この程度か。見るか、星々のふざける様、オールデントリオン。バカめ、サガイ、この程度、お前のような奴を偽善者というのだ。いつまでも悪の心を隠し通せると思うな。口を閉じめた、これほどだ。お前は悪に染まった同じ人を、それは違うぞサガ、俺には兄が、俺の影に追いやる兄がな。この程度か。見るか、星々のふざける様、バカめ、オールデントリアングル。これほどとは、バカめ、これほどとは、見るか、星々のふざける様、こんな、見るか、星々のふざける様、俺はポセイドンの力を借り、だが、これほどとは、たとえお前でも、もはや俺を止めることはできん。不可能、この愚か者が、最後を見せてやる。本気で行くぞ、ガーディオンシャン、カノンよ、こんな、オールデントリアングル。ラウンド2ファイト。バカめ、この程度か。ギャラクシアンエクスプロージョン。見るか、星々のふざける様、どこを見ている？これほどとは、ギャラクシアンエクセプロージョン。見るか、星々のふざける様、ただひたすらアテナのた、ラウンドワンファイト。見るか、ボシボシのふざける、なぜお前がここに来たのか。カノンの神に代わってお前に制裁を与えるため、ギャラクシアンエクセプロージョン。見るか、ボシボシのふざける様、ホッホッ、ギャラクシアンエクセプロージョン、ギャラクシアンエクセプロージョン。どこを見ている、ホッ、
消し止め。これほどと。ゴールデントライアングル。あげしとり。お前のような奴を偽善者というのだ。いつまでもあった心を隠し通せとは思うな。口をつぐめしとり。なぜ同じ境遇に育ちながらお前は悪に染まったのか。赤目ゴールデントライアングル。俺には兄がいる。いつまでも俺を影に追いやる兄のため。その程度か。見るか、ボシボシのふざける様を。ゴールデントライアング見るか、ボシボシのふざける様を。消し止め。この程度。この程度か。ゴールデントライアングル。ギャラクシアンエクセプロード。本気で。これほどか。覚悟しろ。カノンよ。消し止めよ。ラウンド2ファイト。見るか、ボシボシのふざける様を。消し止め。これほどと。これほどと。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪い。神が与えてくれた力を自分のために使って何上いけないというのか。そんなことは分かる。与えられた力を消し止め、人々に与えて返す。大きな力がこの程度に使うべきだった。消し止め善だというのだ。さよ、これほどと。せめてこの兄の手で終わらせてやろう。俺は赤目、お前の身にもささやいてやる。悪への誘惑、お前の正体。ゼオウィナー。お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。私にかなう者など言わしないのだ。何？ジェネラルをことごとく攻め落とされ。確かにお前た。何？どこからでもかかってこい。一瞬ラウンドワンファイト。俺の長年の野望をめちゃくちゃにしたお前らは絶対に許さぬ。手に取ってお前の命だけでももらっておくぞ。この程度できると思うか。そんなに嫌だかないぞ。一緒これはどうだ。お前ら全員の手を取り上げるか。大地と海を捨てる神となれたもの。アテナのセイント、スタートを見逃しておくと思うか。お呼びよ。ラウンド2ファイト。お呼びよ。この程度か。これほどと。焼き尽くしてくれる。この程度か。お
前にはまだ聞くことがある。アテナのツボはどこだ。何だ。セイドンを封印するにはもう一度ワンさんの横に魂を閉じ込めるしかあるまい。それを聞くまではこの一気の命を消えてやるわけにはいかん。アテナのツボのありかを言えかなう。これほど大きな鍵があるなど。神だ、とぼけるな。アテナのコスモに覚えがないとは言わさん。国は岬の岩牢でこの程度にお前は殺すな。まさかただの赤子にオールデンと言われていた。許さんぞフェニックス。そんな魔法ども、俺の長年の野望を避けられてたまるか。これほどかそうとも。ああ死ねえ。ガラクシアレイスローゾー。ウィナー、俺にはアテナがついているんでな。本気を出すべきだったか。さ、なんだと。アース、あなたの野望も終わりですね。ぼ、うん、あとは何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊する。よく言った、セイレーン。よせ、フェニックス。じゃあこれ行く。か、何を。カノン、カンだ。決戦、海王ポセイドン。ついに意識を取り戻した聖夜は自分を呼ぶようなシャイ。そこで聖夜が見、シャイナさん。お前が海王ポセイドン。もはや冗談じゃない。沙織さんは今まで何度も試練に打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきた。再び眠りにつけ、ポセイドン。セイヤ、君の体を消滅させてみせよう。ラウンドワンファイト。我が矛を避けるよ。お前ごとは私に指一本を切れることがある。私は神なのだ。何が神だ。どうかしてくれる。我が矛を受けてみよう。私は神。我が矛を受けてみよう。ことごとく自分に勝つ。諦めの悪い。我が矛を受けてみよう。
などどうということもない。お前の顔色が変わるまでこの剣を目が続けてやるぞ。ローリングチャージ。この人たちが自らの血を与えてくれたこのクロスをまとっている限りならば重荷になるよ。このクロスもろとも君の体を消滅させる。アトムの祈りが聞こえたようだ。サオルさん、まだ死にきれぬか。地上の滅びゆく民たちと死をとして君を救おうとした先祖たちのために最後まで祈り続けたのだ。そしてせめて安らかに眠る。犯してくれ。我が矛を受けてみよう。まだまだ燃えろ俺のコスモ。コスモがみなぎる。ペガサス天才じゃ。終わりだ。ケオスウィナー。海の底で眠れ。俺のコスモはこんなものじゃない。二人とも満身創痍。もはや生も根。死ぬ時は一緒だと言ったな、よかろう。アテラは。ん？何？は。こんなこと。アイオロス、このクロス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが、ラウンドワンファイト。俺たちのアテラを高くしないアイオラにこのゴールドクロスをまとめてくれ。さあポセイドン、今度こそ逆を通してもらうぞ。お前のまとうクロス、ブロンズであろうがゴールドであろうが同じこと言った。お前は神に今こそ神の怒りを受けろ。何をやっても届かぬとわからない。何として立ち上がるぜポセイドン。お前を倒しアテナを救うまでの聖夜ペガサス頼む。
KO! ラウンド 2! ファイト! 我が矛を受けてみよう! この極みを満たせ。行くぞ、ポセイドン。こ、その矢。え？心配いらないよ、セイヤ。シャイナさん、気持ちはありがたいけど。女の人を盾にして自分の身を守るなんて。セイヤ、お前の言う通りだ。男の俺たちがいながら女の…し、僕だっているんだから。さあセイヤ、も…そうだ、もう一度だ、こ…よし、やっ、やった！ポセイドンに一矢報…ポセイドン覚醒！よくや、あ、な、はい、たとえ倒すことはできなくても、ポセイドンを立ち退かすことさえできれば。ああ、シオ、いつも見守ってくれている。お前ごとき私に指一本触れることはできん。ラウンドワンファイト。我が神の程度か。ああ、ブレリアスモック。ああ、アクエリアスのクラッシュ。この機能その程度か。大いなる力を与えたまえ。神の領主、何の意味も持たぬことを知るがいい。アクエリアスをもって知るも、ポセイドンには通用しないというのか。神として目覚めた私に立ち向かってくる愚か人形。この我が矛を受
その程度か。届き者が。さすがゴールドクロス。同票がいくら集まってもセイントには無力。わかるか。し、わかると。結局ここまで来て、あ、僕、俺。俺に構うな。待て。兄さん！負け。頼むぞ、せ。さらに巨大化した。まるで ポセイドン、あなた、この三つ股の方向、く、アテナよ。忘れたのですか、ポセイドン。し、ま、この時代に目覚めたのはあなたの本意でなかったはず。アテナのコスモがセイントたちを包み海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリ、地上に戻った聖夜たちは肩を並べ、
雨雲が去った後の朝日を見つめるのだった。この世に邪悪がはびこるとき、ポセイドン覚醒。おヤウンデスワンファイト。セラシタリアスのアイオスかアテナのために、今一度俺に力を貸してくれ。オールドクロス、何の意味も持たぬことを知るがいい。俺に残った全てのコスモをぶつけてやる。倒すことはできるけど、わずかの間でもいい。ポセイドンを見るんだ。兄貴の冗談が私に立ち向かってくれよ、愚かな人間よ。極みを満たせ。ポセイドン覚醒。ロシ、ライバルのクロス、ありがたくお借りします。ラウンドワンファイト。ライブラのクロスを預けてくださったロシ、エクスカリバーを助けてくれた手段。何だと思うよ。何の、今こそ力を。あなたそうはいかん。オーナー昇竜派、残念にも助けてくれる。オーナー昇竜派、ロザンの大爆砲を起こされて、昇竜派の一撃をまるでそよ風のように受け流すと、なんという恐れだ。神様の目覚めが私に立ち向かってくる。愚かな人間よ。ロザン昇竜派、ロザン昇竜派 KO。 ラウンド2ファイト。ロザン昇竜派、ロザン昇竜派、
まるで老師が見守ってくれ。これぞ鍛錬の賜物。